はようございます。総称ランドです。今日は広島最終日で朝から活動しております。朝からありがたいことに靴磨きの予定が入ってるので今そちらに向かっております。お昼頃には今日は山口県を目指して出発したいなと思います。いやー、広島最後の最後まで靴磨きさせてもらってほんまありがたいですね。今日も楽しく起こること全てを楽しんでいきたいなと思います。嬉しいです、ありがとうございます。自転車で日本一周してるんです。マジで、はい、ママチャリで来ました今日あの下に止まってるんで後でよかったらそっちの方がびっくりした今あの傷がちゃんと消えますねやっぱり、はい、今日もいいことありますようにこれはすごいわ。お仕事はどういうことされてるんですか。私はね、あの保険 の代理店というかコンサルなんですよ、はい、生命保険。あ、そうなんですね、はい。もう結構長くやられてるんですか。もう35年ぐらいです。そうなんですか。でもやっぱそのお仕事を長年続けられるってすごい大変なことですよね。まあ、保険の時に、ね、売れなければもう辞めざるを得ないから、はい、十分たくさんの人は辞めていきますよね、はい。なんかこれまでお仕事とか人生とかで大切にされてることとかってあったりしますか。そうですね、やっぱり人の縁を大事にして繋いでいくっていう感じですかね、はい、広げるばっかりじゃなくてやっぱり人のせっかくできた人の縁ですから、ずっとそれが長く続くように、はい、そうか。ご縁があったらその仕事とか1回で終わりとかじゃなくて繋いでいくっていう。そうですね。暴れてます。野菜めっちゃ甘いですね。プロフェッショナルの遊戯、どれくらい撮影期間あるんですか。2ヶ月半くらい。2ヶ月半ですか、うん、ずっと。そうそう、へぇ、飲みに行ってもそこついてくる。こっち行ってもついてくる。で、使われるのほんま一部です。僕もプロフェッショナル出るくらいの男になります。いやそれこれを食べたんで、すごい、多分いけます。本当にそれは出たらすごい、はい、もうおそらくね同じ業界では一人しか出れないじゃない。そうですね。今が4時なので夜の8時くらいには着きたいなというところですね。もう広島が最高すぎましたね。山口県ではどんな出会いがあるのでしょうか。無事に着くことを祈っております。はい、ここから山口に行くんで、ちょっと行ってこうと思います。この自転車でですか。すごいですね。すごいですね。なんか一回パンクして、はいはい、その時に定期的に空気入れた方がいいって言われた。あ、まあ、そうですね。今どれぐらい進んでるんですか。でも大阪からなんでまだ350キロぐらい。え、ママチャリで来たんですか。そう。ありがとう。空気も入れたので準備万端ですね。やっぱりプロの人が言うのは絶対これでは日本一周無理やって、このオールジャクソン号では無理やって言うんですけど、僕はその例外になりますよ。世の中例外はありますからね。このオールジャクソン号は普通ではないですよ。
細すぎる道。細いぜ。いいね。この海を見ながらママチャリを漕ぐっていうのも悪くないですね。山口県は何があるんでしょうね。なんかフグが有名っていうのは聞いたことあるけど、あと温泉も山口県は有名らしいんで、ちょっと広島でたくさん靴磨いて少しお金に余裕があるんでね、温泉入ってフグ食べて、ほんでできればモンスターハンターみたいですね。今上映中の、これはこれで映えるでしょう。3泊4日いて合計43足磨きましたね。しかも最初から知ってたわけじゃなくて、広島来てから SNS 通じて連絡くれたりとか、わざわざ地方から広島に出てきて磨かしてもらったりとか、知人の紹介で磨かしてもらったりして、なんやかんや43足まで磨きましたね。しかもご飯も多分3泊4日なんで10食くらいあるんですけど、自分でお金払ったら1回だけですね。あとの9食は全部おごってもらったりとか、カプセルホステルとかゲストハウスもおごってもらったり、家泊めてもらったりして、すごい充実した広島生活を過ごしましたね。ついに岩国駅に着きました。山口県に上陸です。ちょっとここでは路上靴磨きは絶対無理ですね。全然人がおらへん。ちょっと今日はご飯を食べて漫画喫茶で休もうかなと思います。110円ディナーが気になりますね。やっぱ広島で売れっ子靴磨き職人になったので、ね、さすがに野宿は売れっ子なんでね、売れっ子はちょっと泊まりたいなと思って、今日は漫画を読みながら寝たいなと思います。一番安いのってどれですか、席。お値段は全部一緒です。あ、全部一緒ですか。豪華さね。漫画喫茶で食うラーメンがいっちゃうまい。